今年の夏の甲子園にも藤村文雄の孫和人君に続き弟の健君が出場。文雄、息子さん、お孫さんを合わせると5人が甲子園に出場するというかつてない快挙を成し遂げました。ちっちゃな頃におじいちゃんからグローブもらったんですよ。それをきっかけで兄と一緒にキャッチボールしたり、それからだと思います。3代にわたって受け継がれている藤村文雄の野球への思い、そしてその生き様、そしてただひたすらに野球を愛したその魂も私たちの中に永遠に刻みつけられていくことでしょう。彼が亡くなった時、後輩神谷健次郎は霊前にこんな言葉を捧げました。先輩はプロ野球そのものです。引き継がれていく猛虎魂がこれからも消えることはありません。神谷健次郎。